南表区は中華、人民共和国両寧省小,小足島市に位置する四角区。両寧省西部に位置し、市区の中心より5 0トルの緑豊かな、山間部、小足島市、近州市、旭市の三市のゴールデントライアングル地帯にあり、近州空港、近州港、小足島港まで三十数キロメートルの位置にある。区内の河川は、東は腰の下川、西は、 ジョジガの二つの推計に分かれている。比較的大きい山として、高炉山、白馬山、下拍子山、暮れなイ石山などがある。気候は温帯季節風大陸性気候に属し、季節の変化がはっきりしている。年平均気温摂取11.5度、最高気温摂取38度、最低気温摂取26度。 年平均降水量4 8 4トル、年平均の霜が降らない期間は165日である。南氷の名は新潮に始まり、県流亭は1736年に朝日地区を通る時2枚の流氷を出して、1枚は朝日北で引き換えてたため北氷、1枚は朝日南で引き換えたため南氷と呼ばれるようになった。南氷は元は陣で西木西県に属す。 1983年、近州市に編入して、南表区となり、1989年より、小足島市に属する。漢民族、海族、万族、しべ族、ヤオ族、トン族、朝鮮族の7民族等が居住し、そのうち漢民族は94.49%を占める。7街道弁事所、六鎮、四号を管轄する。肥沃な農地に恵まれ、 区内高地の半分以上は水田であり、多毛作が実施されている。牧場が3カ所設置されるなど畜産業も盛んである。葡萄、大夏目、リンゴ、スモモ、タナ,ナなどが特産品である。区内では豊富な石炭、石灰石、B 石、大理石、糖度、バントナイト、軽石、白雲石、紫イサゴ、耐火粘土などの埋蔵量が確認されている。 石炭の埋蔵量2億トンであり、年間400万トンを採掘している。BEC、糖度の埋蔵量は3億トンで、有高品質鉱石が採掘されている。石灰石の埋蔵量は4億トン、酸化カルシウム50%以上を含みセメントの理想的な原料とされている。バントナイトの埋蔵量は2000万トン、猛脱石の万有量は90%に達する。 計石の埋蔵量は2億トン、計素の含有率は95%以上。白雲石、単流鉄鋼、氷集石も採掘される。改革開放政策により石炭、建築材料を主とする、基幹産業とハイテク、またそれに関連する夜勤、経過、自動車の部品製造などが行われている。その中でも、石炭の生産鋼は、両年省内の上位を占め、 ブレーキオイル、金属シリンダー、パッド、鋳物などの工業製品が有名である。西木南鉄道、南標高無極鉄道専用線と昇級道路の西木赤線は区全体を縦断し、京高鉄道、京新高速鉄道と国道102線、そして京高高速道路は4車線の交通大動脈で、西木朝、高速道路も区の周辺を通っている。 ありがとうございます。